カットライン。俺の名前はヒロシ、キャンプが趣味の社会人です。子供の頃からボーイスカウトでアウトドア経験を積み、現在ではキャンプ歴20年のベテランです。先輩、焚き火の着火剤はないっすよ。ああ、大丈夫大丈夫。その辺に松ぼっくり落ちてるだろ。松ぼっくりが着火剤の代わりになるんだ。マジっすか、知らなかった。やっぱベテランは違うな。こいつは後輩のしげる。今日は休日に2人でキャンプにやってきました。お前も仕事でキャンプ経験ぐらいあるだろ。テント張るのは任せたからな。俺は焚き火の材料を集めてくるよ。はーい。これだけあれば今夜は大丈夫だろう。こっちかな、それともこっち。やあ、こんにちは。あ、おじさん。おじさん、これでもまだ20代なんだけどな。どうしたの、道に迷った。テントはあっち。今焚き火の材料を集めてるんだ。でもどれがいいかわからなくて。どれどれ。そうだな、これは湿ってるから火がつきにくいよ。乾いた小枝と枯れ草も持っていくといい。最初に薪の下に引いてみて。そうなんだ、大きい枝ばっかり探してたよ。おじさんってキャンプ場の人？いやいや、君と同じキャンパーだよ。へー、詳しくてすごいね。何のお仕事してるの？そうだな、強いて言えば困った人を助けるヒーローかな。何それ、アニメじゃあるまいし。職業を言うより分かりやすいと思ったんだけど。変なおじさん、でもありがとう。じゃあね。おう、若干恥をかいた気がしますが、自分がこれまで得てきた知識や経験が役に立って、子供にキャンプを楽しんでもらえたならいいんです。さあ、俺もテントに戻るか。数時間後、昼過ぎになるとキャンプ場は人でごった返すようになりました。昨今のキャンプブームもあり、初心者キャンパーも多くいるようです。そこに一組のグループがやってきました。やだ、めっちゃ混んでるじゃん。ユリ、人混み無理なんだけど。いつもクラブで踊ってるくせに人混み無理なわけねえだろ。それはそうだけど、コウスケだって同じでしょ。たまには高級ホテルじゃなく自然の中でパーティーしたいって言ったのはユリの方だろ。だから金かけてがっつりキャンプ道具用意したんじゃねえか。私のためにここまで揃えてくれたの？さすがダーリン、頼りになる。ま、世の中金さえあればキャンプだろうがサバイバルだろうが楽勝だって。じゃあさっさとテント張ってパーティーしよう。レッツゴー。なんかすごいグループだな。格好もなんかパリピって感じだ。そうっすね、まともにキャンプできるんすかね。立派な道具は持ってたみたいだけど。俺ちょっと様子を見てくるよ。何か助けられることがあるかもしれないし。先輩ったらお人よしですね。ま、俺は一人で一杯やってますよ。おう、留守番頼んだ。もう混みすぎ、テント張る場所もないじゃん。場所探して歩き疲れたんだけど。たく貧乏人のくせに、金は出すから場所をどけっつっても誰も言うこと聞かねえんだよ。そりゃそうだろう、みんなキャンプに来てるんだから。そんな相談自体マナー違反だよな。お、見てみろユリ、あそこ空いてるぞ。あ、本当だ。二人が見つけた場所は川の中洲です。川遊びで立ち入る人はいても、テントを張る人は誰もいません。めっちゃ広いし貸し切りじゃん。うちらだけのプライベート空間みたいな。いいなそれ、あそこは俺らの場所だ。おい、みんなあっちに移動するぞ。まずいな、初心者みたいだし伝えておくか。すみません、ちょっといいですか。何このおじさん。おじさん、これでも俺28歳なんですけど。知らねえよ、俺らに何か用か。中洲にテントを張ろうとしてますよね。やめた方がいいですよ。どうして。川は天気によって増水して川幅が変わるんです。中洲も浸水の危険性があるんで、テントを張るのは禁止なんですよ。何それ、聞いてない。キャンプ場の受付の時に説明があったと思うんですが。そんなのいちいち聞いてねえよ。つーか、それ本当の話？あんないい場所がキャンプ禁止とかありえねえんだけど。もしかしてこの人嘘ついて私たちを騙してるんじゃない？いい場所を横取りしようとしてるんだよ。それだ、絶対それだわ。いきなり話しかけてきて怪しいと思ったんだよな。ちょっと何言ってるかわからない。俺は一応注意喚起をですね。うるせえ、黙れ。お前もただの素人キャンパーだろ。俺たちのことはほっとけよ。シッシッ。さあ、人を害虫か何かみたいに。俺は伝えましたからね、本当に危険だからやめた方がいいですよ。へいへい。コースケ、早く行こう。数時間後、
俺の注意を聞かず、グループは中洲へ移動しテントを張りました。高級なキャンプ道具を自慢げに広げ、川のど真ん中で堂々とバーベキューを始めたのです。はぁ、中洲はダメだって伝えたのに。ああいう人たちって言うこと聞かなそうっすもんね。関わらない方がいいっすよ。はぁ、そうは言ってもな。あ、そんなことより先輩、引いてますよ。うお、当たりか。今夜のおかず一応大物お願いします、先輩。うおー、なんだ、空き缶。なんだ、ただのゴミか。期待させないでくださいよ、先輩。ん、川上からどんどんゴミが流れてくるぞ。えい、外で飲むビール最高。イゴも最高級の A5 ランクだぞ。やだ、下の海でとろける。じゃんじゃん焼くから、じゃんじゃん食ってって。ユリ、このお酒飽きた。てか、すぐにゴミ捨てるって便利。この場所選んで正解だね。あ、なんか変なのいっぱい流れてきた。ここはゴミが流れてくるから危ないよ。川遊びはやめておいた方がいい。はい。俺、この子に付き添って親御さんのところまで送り届けます。お、ありがとう。俺はちょっとあいつらと話をしてくるよ。大丈夫っすか？また追い払われるんじゃ。俺たちだけじゃなく周りのキャンパーも迷惑してる。黙ってられないよ。了解っす、先輩らしいっすね。じゃあまた後で。ちょっとすみません、楽しんでるところ悪いんだけど。ウェーイ、パーリーナイト。キャンプ最高。ちょっと聞いてくださいよ。え、何？は、さっきのおせっかいの人。なんだよ、今乗ってるんだから邪魔すんなよな。大音量で音楽をかけるのはキャンプ場のルールで禁止されてますよ。またルールかよ、んなの知らねえって。いくらなんでもマナー違反が多すぎですよ。周りの人たちに迷惑をかけてるのか分かりませんか？さっきからゴミを川に捨ててますよね。自然にも悪いし、もうやめてください。あー、うざ、冷めるんですよ。周りの奴らなんか知るかよ。この場所を使ってるのは俺らだ。好きにやらせてもらう。それがキャンプの醍醐味ってやつだろ。はぁ、何も分かってないな。マナーを守って自然と共生してこそキャンプだってのに。あ、クロート気取りか。ろくなキャンプ道具も持ってない貧乏キャンパーのくせによ。俺は最低限の道具を生かしてキャンプをするのが信条なんだよ。それこそほっといてくれ。ほっとけだって。相手にするのやめなよ、コウスケ。そうだな、お前ももう話しかけてくるなよ。やれやれ、やっぱり言うことは聞かないか。キャンプ場の管理人さんに報告しておこう。その後、キャンプ場の管理人さんからもグループに注意が行われましたが、聞く気は全くなし。管理人さんもお手上げという始末でした。数時間後、夜になりデイキャンプを楽しんだ人たちは帰っていきました。俺たちは一晩泊まる予定だったので寝る準備をし始めましたが、その時次第に天気が悪くなってきたのに気がつきました。暗くて分かりづらいけど、山の上の方に雲がかかってるな。もう少ししたらここでも雨が降るかもしれない。すごいっすね、先輩、そんなことまで分かるんすか？おい、ヒロシ君。あ、管理人さん、どうしたんですか？この人はキャンプ場の管理人さん。俺はよくこのキャンプ場に来ているので、管理人さんとは顔見知りです。実は山頂付近で大雨があってね、川に増水警報が出たんだ。だから今夜のキャンプは取りやめてくれないか。それは大変ですね。まさかそれほどの大雨だったとは。キャンプは中止っすね。早めにテントを片付けて撤収しましょう。話が早くて助かるよ。問題はあのグループなんだが。ああ、あの中洲にいるご一行ですか。ここへ来る前に彼らにも伝えたんだが、全く言うことを聞かなくてね。中洲にいるからとても危険だし、警察に通報しようかと思ってるよ。警察まで呼んで大事になると管理人さんも大変だろうな。増水の警戒もしなきゃならないのに。じゃあ俺がもう一度言ってきますよ。すでに二度話してるんで話は早いと思うし。え、いいのかい？管理人さんは他にやることもあるでしょう。俺が説得してみますよ。悪いな、助かるよ。もし面倒なことになりそうだったら無理しないで、警察に通報するから。はい。なんか寒くなってきたね。大丈夫だって、ユリ、二人の愛で温め合おうぜ。やだ、コウスケ、滝木より熱いセリフ。ちょっとすみません、楽しんでるところ悪いんだけど。またあんたか、しつこいな。何かの嫌がらせか。やだ、怖い。違うって、今回は最後の説得に来た。今すぐキャンプを中止して流すも出てくれないか。川が増水するから危険なんだ。またそれ？さっき管理人のおっさんから聞いたって。でも俺らには関係ねえから。
関係なくないよ。中洲にいるお前らが一番危ないんだって。なわけねえだろ。見てみろよこの立派なテント。増水だか浸水だかで壊れるもんじゃねえし、他の奴らは知らねえけど俺たちは大丈夫だよ。そうだよ、第一増水するって決まったわけじゃないでしょ。今だって晴れてるし雨なんて降らないよ。山の天気は変わりやすいんだ。大雨が降れば増水もあっという間。増水が起きてからじゃ遅いんだ。今のうちから避難しないと。あんた心配しょ。俺らはそういうの怖くないから。じゃなきゃこんなに飲んだり遊んだりできないし。そう、うちらに怖いものなんてない。つうわけでさっさと消えろ。はあ、やっぱりダメだこいつら。ごめん管理人さん。わかったよ、ここまで言うこと聞かないなら警察に通報するぞ。ああ、勝手にしろ。警察に泣きつく弱虫やる。はあ、その後俺は説得が失敗したことを管理人さんに報告し、管理人さんから警察に通報してもらいました。俺はしげると自分たちのテントを畳み、その日のうちに撤収しました。翌朝、はあ、よく寝た。今何時って、何これ、川の水が濁ってるし流れも超速くなってる。ちょっとコウスケ起きて。ん、どうした、大声出して。見てよ、川がすごいことになってる。え、おお、なんだこれ、川ってこんなんだったか。昨日と全然違うよ。っていうか中洲もめっちゃ狭くなってない。昨日はすごく広かったのに今はもう近くまで川が迫ってきてる。やっべえな、私たち川の上に取り残されたってこと。いや、まだ大丈夫だって。川の流れは速いけどまだ深さは膝くらいだろ。歩いて渡って川岸まで行けるっしょ。ほーら、どーコウスケ、危ないって、流されそうになってるじゃん。いや、今のはちょっと足が滑っただけで、平気だよ平気。おい君たち、自力で渡るのは危険だからやめなさい。今救助隊を呼んだから避難の準備をして。救助隊？そんな大げさな、必要ないって。大丈夫なのコウスケ？どうせもう少ししたら雨も止むだろう。そしたら川の水も引くって。それまでテントの中で待とうぜ。そっか、そうだよね、なんとかなるなる。その時鉄砲水がすごい勢いでグループを襲いました。川の上流でせき止められていた水が土砂とともに一気に流れたのです。中洲にあったテントやキャンプ道具が全部流され、彼らもまた腰あたりまで水に浸かってしまいました。岩場に捕まってなんとか流されないように持ちこたえています。おー、俺のテントがキャンプ道具がいくらしたと思ってんだ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。しっかり捕まってなさい。さすがにヤバいってコウスケ、気を抜いたら流されちゃう。確かに、さ、なんでこんなことに。待たせたな、もう大丈夫だ。このロープに捕まって。おっさん、その格好もしかして自衛隊？嘘、冴えないおじさんだったのに。そう、俺たちは実は自衛隊員だったのです。レンジャー訓練の経験があるため、自然を相手にするのは得意というか、普通の人よりも経験豊富ってわけです。昨日は非番でしたが、今日は仕事としてこのグループの救助活動にやってきたのでした。昨日は引き下がったが、今回は仕事だからな。何と言おうとお前たちを助け出すぞ。うるせえ、お前の助けなんかいるか。俺たちは雨が止むまでここで待つんだよ。それは無理だ、1分1秒でも早くそこから脱出しないと大変なことになるぞ。大変なことって何なの。もうこんなの嫌。さあ、俺が悪かったよ、助けてくれ。このままじゃ人生終わりだ。川がこんなに怖いとは思わなかったんだよ。ようやく理解したか。まあお前らがなんて言おうと俺は助けるよ、それが俺の使命だからな。その後俺はロープを渡って彼らを順番に中洲から救出、シゲルとの連携で無事に川岸まで送り届けました。あれだけ好き放題していたパリピたちも救助された後は借りてきた猫のようにおとなしくなっていました。また今回の事件がニュースになったことで自然の脅威が再確認され、キャンプで無茶なことをする輩は急激に減少したようです。一方で俺は救助困難者を懸命に救ったヒーローとして一躍有名人に。その年の子供たちのなりたい職業1位が自衛隊員になったとか、散々罵られたり救助に苦労したりしまして大変でしたが、やっぱり俺は自分の仕事を誇りに思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。